2024年 F1 イギリス GP の予選で、レッドブルのマックスフェルスタッペンは、コースオフによるマシンダメージを抱えて戦った結果、4番手にとどまった。関連写真、2024年 F1 第12戦イギリス GP 予選後、チームメンバーと会話するマックスフェルスタッペン、レッドブル。予選前に雨が降った後、晴れ始め、91は。 濡れた路面が乾きつつあるコンディションとなり、全ドライバーが最初はインターミディエートタイヤ、終盤はソフトタイヤでアタックした。その際、早々にソフトタイヤに切り替えたセルジオペレスがコースオフし、グラベルの中でマシンを止め、セッションは赤旗中断に。9分間の中断の後、全車がソフトタイヤでコースに復帰。 その直後、今度はフェルスタッペンがコプス入り口で濡れた路面に乗り、ランオフからグラベルへと飛び出した。フェルスタッペンは幸い走行を続けることができたが、このコースオフにより、フロアにダメージが生じ、その後の走りに大きな影響が出た。クリスチャンホーナー代表は、グラベルに飛び出したことで、残念ながらマックスのマシンのフロアは大きなダメージを受け、 それがその後の予選でのパフォーマンスに大きな影響を及ぼした、と述べている。チームはガレージにおいて素晴らしい仕事をして、セッションの合間に可能な限りの回復を図ってくれた。マックスのラップも素晴らしかった。あれだけのダメージを負って、セカンドローに並ぶことができるのだから、この結果を受け入れよう。マックスフェルスタッペン、オラクルレッドブルレーシング。 f p 三五番手、一分三十八秒三百九十三インターミディエイトタイヤ、二十周。予選四番手、九一イコール十一番手一分三十一秒三百四十二ソフトタイヤ、九二イコール六番手一分二十六秒七百九十六ソフトタイヤ、九三イコール四番手一分二十六秒二百三ソフトタイヤ、 混乱した土曜日だった。ターン7から立ち上がった時に、タイミング悪く、雨が降り始めた。コーナーに向けて減速しようとしたが、マシンのコントロールを失い、ゴールにヒットしないようにするのが精一杯だった。クラベルに飛び出したことでフロアが引き裂かれ、そのダメージはとても大きいものだった。チームは一部を修復し、 フロントからリアのバランスを最適化しようとして、とても良い仕事をしてくれたが、このダメージは僕たちの予選に大きな影響を及ぼした。幸い Q3 に進出することができ、最終的に予選4番手を獲得できたのは、ちょっとした嬉しいサプライズだ。これは今日可能な最大限の結果だ。レースに向けて新しいフロアを装着する必要がある。 エキサイティングなレースになると思うよ。マクラーレンとメルセデスはここまで全てのセッションで速さを発揮し、良い週末を過ごしてきたから、ポジションを上げるために、僕たちとしては少し攻撃的に戦うことになるだろう。明日は新しい日だ。天候がどうなるかはわからないけれど、クリーンなマシンがあれば、上位争いに加わることができるはずだよ。 自身の公式サイトにおいてコメントし、9-1で雨が降ると予想していなかったために、コースに出ていくタイミングを遅らせ、僕たちは最後のグループだった。クラベルに飛び出した後、ダウンフォースが100ポイント失われた。予選中にチームがフロアの修復に当たってくれたけれど、見た感じ、状況は良くなかった。穴だらけになっていたからね。 そういう意味で、4番手になれて、今日はハッピーだよ。ダメージがなければ、ポール争いができたと思う。でも4番グリッドからなら何も不可能なことはない。アグレッシブなレースをしなければならないけれど、それも楽しいだろう。オートスポーツウェブ2024年7月7日。